音声何回も同じこと言ってるかも分かるでしょ。あかんのとか言って本人たちに自覚あるのに、まあ、ずっと同じこと繰り返しよう。で見てもゾロゾロ集まってきよう。この辺で悪いことしてる連中ばっかり。大体いつも同じメンバー、老人。本当にせえから、もう時間余ってたらもう悪いことばっかりでしょ。で最初は若いうちも若い連中もいっぱい来てたから、本当に僕より年下の人間も含めて、しまった、そういうとこ。
様にちょっとだけ打つと道路のミラー、仕事終わった後出てきた時の春山整骨院のやつら、それがこいつら。警察でも許可出とお前らの動画アップロードしていいっていうことになっと、本当の話やルール法律や挑発行為刑法である、ストーカー行為法違反、迷惑防止条例違反、累犯加重併合罪、お前らいっぱいついとうぞ。法律や違法行為や裁判所に出てきたら分かるわ。護送車が昔有馬警察署に何台も止まってたよ。満員近くになってたこと何回もあったよ。2003年に建物解体してるから、その判例に背いたら即逮捕や。説明は何回もしてもお前たちはとぼけとうだけや。淡井圭介の言ってることは本当だよ。世の中の現実見てみろ。テレビでは戦争のフェイクニュース流したやろ。それで大臣に何回も辞めさせてるんだよ。髪の毛染めてるだけで文部科学大臣に辞めさせたぞ。淡井圭介の動画見てみろ。辞める1ヶ月前に淡井圭介が宣誓して言っと。海洋基本法違反や、本物の法律使いのが上なんや。あいつら何回も喧嘩売ってきよう。その前にあの変な奇妙な叫び声上げとったやろ。何の話しと思って敬語使うんだ。どうしたらそのくせに物言ってきよう。僕のことじゃないですけども、大阪ヒルトンホテルで真面目にみんな働いてるんですけども、仕事失敗した人で女性でもね、殴られはしてませんよ。だけどもあんまりふざけたことしてるとクロスを投げつけられていました。テーブルクロスをね、男性の従業員の上の人に。その人は真面目な人なんです。普通わかるでしょ。それでもまだふざけられたらどうします？でしょ？